うるせえな、こいつ <laughs> <laughs> 人の部屋に上がり込んだ時の作法を知らんのか <laughs> そして見つかった。私のゲームだ全部揃えてる。やっぱ やっぱりこうして他人の棚で自分の絵が並んでるのを見ると嬉しい本当に絵が大好きなんだねカノはなんかそのコメントを聞けるファンめちゃくちゃ嬉しいんだろうな <laughs> きっと主人公はこれからもののかの作品を全て揃える人生になるんだろうなあんた口だけじゃなくて本当に私の絵が好きなんだ <laughs> かわいいな <laughs> なんか今日水着姿見なくてもいいかって思い始めてきちゃった <laughs> ちょっともったいないもんね一日ででかいイベントを何回も用意するなんて養殖物についての言及があるのかと思いきや意外にも時 は純粋に喜んでいたな、なんだよそんなはしゃぎ方をされると可愛く見えてしまうじゃないか <laughs> なんで可愛く見えちゃいけないんだよ <laughs> お前はカノのことどう思ってんのののかのことが好きすぎてカノとののかの間に絶対的な壁を設けてんのかしらその手のつぶやきをつぶやきで見た覚えはないけど時はって基本自分の絵が好きだよなそりゃ自分の絵が好きじゃなかったらこんな人気の絵師さんにならないでしょは <laughs> <laughs> いやいや活動やってて人気になれるほど人間の心はそう長くは持たないんだからこれだけ売れていても絵を褒められたり好きだと言われたりその様子が実際に目で見えたりすると嬉しいものらしいここら辺クリエイティブ力がない主人公にとっては物珍しい人種なんだろうなカノンみたいなやつは逆 <laughs> にしようは自分の方の感想とか聞いて嬉しいのかどうか気になるねあんだけクールビューティーな感じだけどそしてエロいの発見屈服のイライラ上司隠れ生主し領直敗死全日本アヘガオ協会さんのやつかん まあ、エロいんじゃないそんな、ふーん、エッチじゃん、みたいな感じで言われても <laughs>。でも、主人公、イライラ上司。やっぱ、その、好きなのが、どっちかというと、カノって精神年齢、主人公よりも低めになってる傾向があるから、ちょっとここら辺難しいよな。ガチ恋になるのが、スーツを着た OL が縄で縛られてる絵が描かれたパッケージを、時あわひらひらと俺に見せつけてきた。もちろん、堂々と胸を張ってみせた。まあ、ガチ気味のロリじゃなくてよかった。私、ロリとかメス書きは自分でも全然書くけど、スモック着てるくらいのだとちょっとね。スモック って何 <laughs> な,なんかの服なんですかそれは。 SM とか職種くらいは私も書くからいいけどエグいよな。<laughs> リョナ好きの人には失礼かもしんないけど、俺には理解できないジャンルだわ。さすがにそこまで言ってしまうと、エロいっていう気持ちはわかなくなってしまうもん。フォローか慰めかわからないけど、一そ罵られた方が心の傷は浅い。何金爆物とか買ってんのこの変態。間違っても三次元で同じことしないでね。三次元でできないから二次元でそうしてんじゃん。<laughs> <laughs> そこら辺区別してんのよ。疾水のオタクをなめんな、お前は。殺害特区の漫画版あるから好きなだけ読めばいい。なんなら、演じの声をアテれコしながら読んでもいいよ。<laughs> お前は喧嘩うんな。若干それ誹謗中傷に入るからね。<laughs> もう煽りなんて茶々のもんじゃなくなっちゃうよ。 いいねカノの部屋で赤面は散々見飽きたけど主人公の部屋でカノが赤面っていうのは新しいからねちょっとなおさら今日水着姿着替えないんじゃないかって思い始めてきたな <laughs> 屈服のイライラ上司隠れ生主ずし配信を顔に叩きつけられたムチのように腕をしならせたいいワインドアップだったあ,あんたネタにしていいことと悪いことがあるわよねトラウマなんだ 人の黒歴史をネタにしないでくれるかしらあーいつものカノモードに <laughs> なんか最近標準語で喋ってるから何しちゃ,しゃってんだろうこいつと思ったけどやっぱこっちの素のカノの方が可愛いよいや誰にも気兼ねしなくていいなら殺害とクモエの話とかしたいなと思って いいけど私も漫画の話とか他にできる相手いないなしこれ風呂場行かなないのかな <laughs> もしかしたら今日はカノと休日お家デートみたいな感じになってるのかもしれないねちょっと恋人じゃない異性と休日に自分の部屋で一緒っていうシチュエーションめちゃくちゃエロいなとりあえず下で着替えて待ってる部屋散らかすのだけはやめてくれマジであ風呂場行くんだ <laughs> それやるかここでやんなかったらなんかクレーム来そうだもんねこの辺にエロ本ある ここに来て定番の話題を <laughs> エロゲの後にエロ本行ってもなんかコンテンツパワー弱いんだよなないよ妹と2人暮らししてるのに廃品回収で目につきやすい紙媒体のエロ本なんて買えない BMM と BL サイトでダウンロード版を買うに決まってる <laughs> b o <多>いな <laughs> 軽いいじり方だね窓ソフトさんにしては珍しくチャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ